皆さん、こんにちは。これはプログラミングチャレンジ第9回期間第4部ポリゴンです。じゃあ、せっかく行きましょう。今回のビデオでポリゴンとコンベックスフールのアルゴリズムを説明します。まあ、まず、ポリゴンっていうことが、平面の A で、なんかその分、線分のセットで、定義されています。ですね。入力としては、ポイントのセットを、保存して、で、そのポイントが、右回り、あるいは左回りで、ソートします。で、まあ、アルゴリズムがちょっと動きやすくするために、最初のポイントがセットの最後に重複します。ですね。こんな感じとなります。まず、入力は P0 で、なんか例えば P がポリゴンになって、これはベクタルで、ポイントのベクタルで、で、まあ、パッシュバック P1、P2、P3、P4、P5 で、で、最後に P0 をもう一度パッシュバックして、ポリゴンを締めます。ですね。ポリゴンのペリメータが、その線分の、サイズの足し算だけです。ですので、まあ、ベクタルをなんか全部ループして、すべての、ベクトルのサイズを足すことです。で、ポリゴンの面積が、XY の行列の計算でできます。まあ、ポリゴンの面積が、このすべてのベクトル、P のポイントのベクトルがあって、この感じで計算します。あと、よくテストしたいのは、あるポリゴンがコンベックスであるか、コンケーブであるか、ですよね。それを計算するために、このアルゴリズムがあります。コンベックスポリゴンが、つまり、なんかその、でこぼこばがないっていう、ポリゴンとなります。テストとしては、P1 と P2 の、ポリゴンの2つのポイントとしては、なんか、ポリゴンの中に、どの P1 と P2 何を選んでも、その P1 と P2 の間に、の線の間に外に出ないんですね。一つの、テスト方法が、ポリゴンの外側の点を3つずつで取って、その3つの角度が必ず同じ曲がり、回りにするんですね。なんか、ちょっと絵描いてみると、まあ、これが、コンベックスのポリゴンで、ここがコンケーブのポリゴンですね。で、コンケーブのポリゴンで見るってわかるけど、コンベックスのポリゴンがすべての角度が同じ回りですね。この場合だと全部右、左回りです。でも、コンケーブのポリゴンの場合だと、これは全部左回りなんですけど、一つが右回りになります。ですね。この右回りが存在することで、このポリゴンがコンケーブじゃなくてコンベックスっていうことでわかります。で、前のビデオでも説明しましたが、3つの点が右回りであるか、左回りであるかっていうことがクロス積で計算することができます。で、この関数が前を説明しましたですね。CCWP0、PHP2。で、まあ、ベクトのセット、ポリゴン、ベクトの、ポイントの、ポイントのベクトを定義するポリゴンを取って、で、最初の3つのポイントで、このポリゴンが右回りか左回りかであるかをテストして、で、次、ループして、同じ回り、すべて同じ回りであるかどうかをテストすることです。あと、なんか、一つのポイントがポリゴンの中であるか、外にあるかをテストすることがあります。それは、なんか、ポリゴンが、コンベックスの場合で、なんか複雑な形にすると、このテストが難しくなりますが、前のプログラムと同じに、クロス積で、計算することができます。ですね。これは、なんかあるポイントに対して、そのポイントがポリゴンの中にあるかどうかをテストするためです。で、まず、テストが、まあ、ポリゴンがあるかどうか、存在しているかどうかですね。で、そのポイントに対しては、そのポリゴンと、まあ、そのポイントとポリゴンのすべてのペアに対して、そのポイントの角度を計算します。ですね。これを描いてみると、
このポイントがポリゴンの中であると、角度のすべてを足すと一周回りますですね。逆に、ポイントがポリゴンの外にあると、角度を全部足すと一瞬は回らないですね。行って戻るからですね。だから一周回ることができると、そのポイントがポリゴンの中である。一周回ることができないと、そのポイントがポリゴンの外にあるということが、わかります。ただし、このアルゴリズムが、ポイントが線分の上にあると、特別なケースになるので、その扱いしないといけない。この関数では、そのケースが扱ってはないと思います。あとは、よくあるのは、ポリゴンを2つに分けることですね。AB の線分が決めて、で、その P が AB に2つに分けたいっていうことです。このプログラムでは、ポリゴンのセグメントが AB がどことどこが交差していることが決めて、で、2つのポリゴンに分けることができます。これはただの、ループだけで、右回りか左回りかのテストだけですので、ちょっと説明を飛ばします。今回の、主に説明したいのは、コンベックスフルアルゴリズムですね。日本だと、その、凸法のアルゴリズムです。凸法かというと、セットポイントのセット S がある場合だと、このポイントの周りの一番小さなポリゴンを、見つけてください。ですね。一つの見つけ方が、それぞれの S に存在する P は、そのポイントが、ポリゴンの、辺にあるかどうかをテストすることがあります。ですね。いろいろなアルゴリズムがあるんですけど、今回紹介するのはグラハンスカンっていうグラハンスカン法のアルゴリズムです。このアルゴリズムが、O of n log n、 n がポイントの数ですね。で、コンベックスフルを見つかることができます。コンベックスフルが一つ考え方というと、このポイントのサブセットとなります。なんかフルに参加するサブセットです。で、まず基本となるアイディアが、その角度の比較です。角度の比較というと、原点と比べて、角度が少ないポイントが先ということです。例えばこのポイントで考えると、この原点と関係する角度で並び替える。こうすると、これは0、1、2、3、4。この順番が、グラハンスカン法で重要です。ですね。だから A と B が、中心等に関して、どれが先かというとですね。A と B が、なんていう、共前の場合だと、中心に近い方が選びます。ですね。ピボットと A と B が、共前の場合だと、距離が少ない方が選びます。で、それ以外の場合だと、A と、角度、A と、ピボットの角度を計算するですね。で、アークタンジェントで、比較します。これアークタンジェントで比較しているので、あと、縦線の場合だと気をつけないといけないですね。では、次はコンベックスフルです。コンベックスフルはちょっと長いアルゴリズムになりますので、このグラハンスカールは長いアルゴリズムになりますので、別々で解析しましょう。ですね。コンベックスフルの入力は、ポイントのセットですね。コンベックスフルになるポイントのセットとなります。で、3つの点の場合だけだと、コンベックスフルをさか計算しなくて、その3つの点を返すだけで結構です。ですね。ただ、最初の点を最後にパッシュバックする。ことだけで、ポリゴンのベクターとなります。じゃあ、3つの点だけではないですと、まず、初期点を見つかる。
初期点が、先の、順番で、y が一番低いで、そして x が一番右の方が選択します。で、これはピボットとなります。ですね。で、これはなんかポリ、あと、必ずこの y が低いと x が右の方が、コンベックス風の一部になりますので、これは P0 と考えられます。まあ、これは、グラハンスカンの初期化です。じゃあ次はこの P0 が、中心部になって、他のポイントが P0 の角度に関して、順番をするですね。このソートです。で、残りのポイントがソートした後に、この、まあ、一番三つのポイントを、コンベックスフルに入れます。ですね。で、三つ目のポイントから始めます。で、これは、コンベックスフルのメインループとなります。ですね。アイディアとしては、次のポイントが右回りか左回りになります。グラハンスカルが、コンベックスフルが必ず右回りになります。左回りのポイントに見つかると、前のポイントがコンベックスフルの一部にならないので、そのポイントを消して、次のポイントを選びます。ですね。よく考えると、例えば、こんな感じとなります。グラハンスカンがここ、この点があって、で、ピボットが一番下なので、これはピボットになりますですね。で、角度で順番すると、まず3つの点を選んで、で、次のポイントを選ぶ。次のポイントを選ぶと、これはまだ右回り、左回りですね。だから続きます。次のポイントがこっちか、こっちにしましょう。これはまだ右回りですので、続きます。じゃあ次はここ。ここが左回りに、すいません。ここが右回りになってしまいますので、このポイントをポップして、こっちからこっちに直接行きます。で、こっちに行くと、まだ左回りので続きます。で、こっちに行くと、右回り。右回りなので、このポイントをポップして、こっちからこっちに続きます。で、そういうふうな感じで、元に戻ります。で、そうすると、なんか、コンベックスフルが計算ができました。まあ、プログラムが長いんですが、あと、アルゴリズムはそんなに難しくはないですよね。だから、なんか、ちゃんとプログラムすれば、なんか、問題なくはできます。では、この授業のまとめになります。この授業では、いくつか、なんか、その、幾何の基本になるいくつかの関数を見ました。多分見ている通りで、幾何は、その関数の組み合わせはどうするか問題を解くことができます。なんかそんなに、なんか実装が難しいなんですけど、アルゴリズム自体はそんなに難しくないですね。で、なんか線とポイントの交差と、遠隔と、円と三角形の関係ですね。なんか、内接円と外接円。の話とか、面積とか、交差の話とか、あとはコンベックスフルと、あと凸方のアゴリスムを見ました。ですね。もっとなんか難しい幾何の問題の方がと、検索をしないといけないんですので、それはまあ、今度の授業で少し読みます。でも、その場合でも、幾何の部分が、この決まっている関数が先に実装しておくと、早く解きますので、ぜひ、幾何のいろいろな役に立つ関数を書いておきましょう。では、これは、最後のビデオとなります。資料では、なんか、今週の課題の、ヒントがいくつか入ってますので、ぜひ見てください。では、これで、ビデオが終わります。では、また来週。